フランスバンヌを本拠地とするサッカークラブチーム。育成部門出身者としてディディエドログバが有名であり、彼が2004年にチェルシー FC に移籍した際、45万ユーロをバンヌに寄付したとされる。これはバンヌの年間予算の1に相当に当たる。1998年、ベロスバヌテと FC バンヌが合併して創設。 ベロス・バヌテは1892年に創設された歴史ある総合スポーツクラブ。一方、FC ・バンヌは1946年に創設されたウ・バンヌを前身とし、FC へと名前を変更したのが1992年。共に主だったタイトルは獲得していなかった。合併後のチームは五部からスタートし、2005年にフランス全国選手権。 2008年にリーグュへ順調に昇格を果たした。2008から2009シーズンには初参加となったフランスリーグカップでリーグ1のチームを次々と下す躍進を見せ、決勝でボルドーに敗れたもの,の大きな驚きと賞賛をもって迎えられた。2013から14シーズン、フランス全国選手権を降格権である17位で終えると、 財政面での縮小を余儀なくされたチームは、ディビジョンスーパーユールエリートで、新しいシーズンを迎えることとなった。2020年に、会長のマクシムライが、シティフットボールグループによるリーグでの、トロワ AC 買収の際に、同クラブの少数株主となったのがきっかけで、2021年2月18日に、同グループのパートナークラブとなった。なしなし。ありがとうございます。